私の器は料理を華やかにする器ではないけれど、食べた時に優しい気持ちになったり楽しんでもらえる、そんな器を作っています。京都で陶芸の大学に行っていて、そこから清水焼と京焼に興味を持って、訓練職人さんを育てる学校があるので、そこに1年絵付けだけを勉強しに行きました。作家名で内藤かな子で、京都で陶器を作っています。まず土、粘土も一応自分で合わせブレンドしてもらった粘土でやってます。ハンジってちょっと石の硬い石を混ぜてるので、汚れがつきにくい土の下地をまず作りまして、それにちょっと赤みを足してるので、そこに白いクスの上クス、土塀みたいな名称をかけることで、自分の描いた絵がはっきり見えるようなニュアンスを持っているようにはしていますね。そこでちょっと一鎮という私の特徴なんですけど、白い土塀で絵を描くんですけど、それを用いることで立体感が出るかなと思って、そういう下書きの上に優しい絵本のような出体の顔料で色をつけることで今の雰囲気を出すようにはしてます。やっぱり一番絵を描くのが楽しいのと、一点物、食器はやっぱり基本があっちゃうんですけど、こう壺とか大皿とか本当に食器じゃないものの絵を描くのが一番楽しいです。食器なんでどこに料理を盛るかって思ってなんとなく描くんで、絵を少なめにとかも考えてたんですけど、まあもう本当に自由にいっぱい描いてますけど、そこが一番楽しいです。可愛い動物が飛んでたり、食べた後にクスッと笑ってもらえるような、それが私の器の特徴になります。お疲れ様です、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。お制作の紹介をしていただいてありがとうございます。はい、こんなところですけど、いろいろ気持ち込めて作ってるので、なんか見てご紹介してもらえるとすごく嬉しいです。ありがとうございます、はい。本当に内藤さんの作品は、ユニークですね。本当ですか。清水焼きの世界の中で特徴がありますね。そう、ちょっと伝統とはちょっと違うんですけど、もともと和柄は好きなので、ちょっとそれも取り入れたメルヘンですね。そうですね、はい。本当にお店と工房は魅力的なところと感じています。稲荷にあるので、ちょっとそう、この近所を、実は伏見稲荷会社、はい、観光ガイドやってた時、何回も歩いたのに、お店は知らなかったから、今日は紹介していただいて本当に嬉しい。はい、気づいてもらえて本当にそれも嬉しい、こちらも嬉しいです。ありがとうございます。このドキュメンタリーは外国人に向けて、言いたいことがありますか。そうですね、こんな今ちょっと大変な時で、なんですけど、私たちも自分のできることで皆さんを元気づけれたり、気持ちを明るく持ってもらえるようにと思って器も作ったりしてるので、これを見てもらってちょっとほっこりしてもらえたら嬉しいと思います。はい、はい、今日お時間をいただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que le travail de Naito ça vous a plu également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et à vous abonner. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci.